お願いいたします。オープンです。当然あの選手たちが使いたいということであれば、まあ、あの有効に使わせてもらいたいなと、最大限活用して、まあ、ロンドン、それからその次のリオのオリンピックでね、何度かメダル取れるように頑張っていきたいと思ってますけど、まあ、どのぐらいの期間で結果を出せるかっていうことだけだと思いますね。それがロンドンでと言われるとあまりにも短いので、まあ、その次のオリンピックまでに、まあ、こういう施設をちゃんと利用してこういうシステムであのメダルを取りますということをはっきり言えるような計画を皆さんに、示させていただいて、まあ、その結果、メダルという果実を手に入れるように、まあ、図は出来上がっているのであとはやっていくだけなんで。やっぱりレースを想定した速いラップの感覚っていうのが実際この板張りがレースなので、それが本当にできるっていうのはすごいプラスですし、本当だったら海外に行ってわざわざやらなきゃいけなかったんですけど、それが本当に近くにあるということでオリンピックに向けてはもう最高の環境が整ったなと思ってます、はい、まさに同じ感じですけど、やっぱりあの時はアップの時に世界各国の選手がこう100人ぐらいこの中をこうぐるぐるしている中で、まあ、沖選手とかに一本ハロンかけてきてとか言われるともう怖くてできませんって言ってたんですけど、まあ、ここで練習してそういう恐怖心とかも取れたらいいなと思ってます。 The most different is you have the roof, so you can train 365 days a year. Every year you can train. And then the distance is different, 250. And it's a wood, so wood you have a different technique. So I think definitely all of the biggest tools to succeed in an international level.取ればそれはそれに越したことはないんですが、もう一つは実業団から大学から小中高、そういったところに自転車の人口があるわけですから、利用率が非常に高まって、それでこの施設がより有効に使われて、でそれがまあ最後国際的な自転車レースのね好成績につながればもうそれは最高ですけどね。そういうふうに思います。まずは皆さんに、自転車関係者だけではなくて皆さんにこの施設の素晴らしさを知ってもらうということが重要だと思います。